こんにちは、高萩紀俊です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は新刊新しい本が出ましたのでご紹介をさせていただきます。札幌の出版社 HS さんから出版させていただきました旅の作法です。私自身7冊目の本になります。前の前著からですね、ちょっと時間が空いてしまったんですけれども、考え抜いて言葉を紡ぎながらですね、一冊の本に仕上げましたので、ぜひよかったらお手に取ってお読みください。旅の作法っていうと、何々流とかですね、日本のその礼法みたいな、そういったイメージを持たれる方もいるかもしれないんですけども、私はその作法を語るような、何かこうすごい格式高い人間ではありませんで、もう本当に旅の現場で汗をかきながらですね、喜怒哀楽、五感を使いながら旅をしている旅人です。たまたまご縁があって、お体に障害がある方やご高齢の方や、なかなか旅に出る、きっかけがない方々と旅をご一緒する機会をいただきまして、やっぱりね、こう普通に、いわゆる健常者の人たちと旅をするのとは全く違う世界が見えることに気がついたんですね。例えば車椅子を押しながら、先週も四国を旅してましたけども、跨線橋しかないとかですね、トイレが和式だけとかですね、あるんですね。で、ちゃんとリサーチしろよって言われるかもしれないんですけども、どれだけこう完璧なリサーチをかけても現場で設計図面通りに旅が進んでいくわけじゃないので、雨が降るかもしれないですし、ちょっと疲れちゃったから早めにホテル入ろうってこともあるかもしれないですし、やはり旅の現場っていつ何が起きるかわからないんですね。いいことも、そうでないことも。そんな中で、やはりお足元が悪いという方が旅をする時の困難さというようなものは、この会社を作って24年間もうどれだけ数えきれない経験をしましたし、またもちろんお足元が悪い方だけではなくてですね、進行性のご病気だったり、目が見えない、耳が聞こえないという、五感のどこかにその配慮が必要な方と旅をすると、本当に、なるほどそうきたかっていうような場面がたくさんあるんですね。で、それをそのまま私の驚きとか気づきだけに終わらせてしまうのは本当にもったいないので、一冊の本にまとめて、なかなかそういった機会がない皆さんとシェアできたらいいなというふうに思って、旅の本のこれ3冊目になります。会社を作った年、今から24年前にバリアフリーの旅を作るという本を実業の日本社から出させていただきました。で、この HIS さんにいい旅のすすめという本を作っていただきました。旅の3部作3冊目になります。で、これは編集をしてくださった斉藤専務がちょっと感想というかですね、おっしゃったんですけど、いい旅のすすめと本質的に言ってることが変わらないと。で、それはブレてないという見方もできるかもしれないし、まだまだ社会が変わってこないんだなという感想でもあるかもしれないんですね。で、そういった思いを読者の皆様と共有しながら、じゃあどうしたらいいのっていうことを一人一人の方に考えていただきたい。でも、なんかこうね、会議室でみんなで腕組みしてうんうんうなるんじゃなくて、答えは現場にありなので、やはり皆さんも旅をしていただいて、もう本当に小さな日帰り旅行でもいいですし、国内にもダイヤモンドの原石のような素晴らしい土地はたくさんあります。で、ようやくコロナがね、騒ぎが落ち着いてきて、海外にも行けそうな気配になってきましたので、円安なんかもありますけれども、ぜひまたね、海外を旅していただいて、外から日本を見ていただきたいなとも思います。そんなこんなで、今回旅の本を出させていただくご縁をいただきました。5月20日発売です。今 Amazon は予約の状態になってまして、5月20日、20日からですね、順次配送になると思います。またいつも大変お世話になっております読書のおすすめさんでは先行販売をしております。たくさん仕入れていただいてですね、もうこうドーンとね、読書のおすすめさんの店内に
積み上げていただいてたのでですね、私も一人でも多くの方に、私も渾身の思いを込めて書きましたので、一人でも多くの方に手に取っていただきたいと思って、こうやって動画を撮らせていただいてます。まあ、ご縁がありましたらですね、ぜひぜひお手に取っていただければと思います。また皆さんにこう進めていただいたり、それからですね、まとめて買ってくださる方も多くてですね、もう本当にありがたい限りです。社員全員に読ませたいとかですね、友達に配りたいとかって言って、サインお願いしますみたいなことも言っていただいてですね、私のサインに何の価値があるかちょっと微妙なんですけども、私などでよければですね、サインもさせていただきます。セミナー、これからセミナーとか出版記念講演会とかねやりますのでね、ぜひ直接声かけてください。それから読書のすすめさんにはサイン入りの本を置かせていただきますので、申し込みの時にですね、サインありなし選んでいただけるようにしたいと思います。サインなしでもメルカリとかにね、売る時はですね、サインがあるとなんか価値が下がる、私ぐらいの人間だと価値下がるみたいなんでね、著名な方だとね、サイン入りってプレミアをつきますけど、私みたいなレベルだとね、なんかこう評価が下がるみたいなところもあるみたいですのでね、よくよくご検討ください。はい、ありがとうございました。それではどうぞよろしくお願いいたします。